ます。今は7時2分です。6時ぐらいに入ろうかって言って波チェック行ったんやけど、波がまあまあだったので7時8時ぐらいに入ろうと思って今から行きます。今日のウェットスーツは去年のやつ、2ミリ3ミリのこれ一番気に入ってる柄です。グレーっていうのこれやんな、うん、グレーにピンクの蛍光ピンクのステッチです。これ一番気に入ってるやつ、行ってきます。昨日までっていうか昨日大阪から帰ってきたんですけど、昨日はすっごい大雨で海入ってて、やばい、寝やけられへんぐらい大雨だったんですけど、今日はこんなに晴れました。行ってきます。日焼け止めもねバッチリ、ミセーブの下地のクリーム塗って、そのクリームがなんかすごいなんか白いねんけど、顔に塗ってこうやってなじませたら一瞬で透明なのに、それがめっちゃ調子よくて、胸入っても痛くないし、なんかすごいピンセーブおすすめです。そのスタジオを塗って、上に茶色のスティックを塗って、茶色のスティックが結構な肌濃すぎんねんね、茶色すぎるから目が肌白いから、だから上に白のスティックも塗って一緒に混ぜたらすごいいい感じの色になるのでおすすめです。行ってきます。はい、今日はこの間、今日はっていうか今日もこの間シートベルト忘れました。これは JS の、AR17 の板です。試合用ボートじゃなくて、あ、試合用ボートで持ってきたらよかった、言えへん、試合用ボートじゃないやつ、コナミ用ボードって帰りに言われたけど、全然頭半ぐらいでもこれ乗ってます、イエーイ。これ見て喋ってた今。やっぱりですね、晴れてないと気分が上がらんということで、私6月7月最初ぐらいまでサーフィン休業します。梅雨時はあかん、日本代表来た。これどうやって渡る、え、ママ終わった。これどうやって渡る、パドル。でも端っこ行けんねん。なんやどうかな、こっちやろ、こっちの方がいいんじゃん。え、でもレッドも来るやん、ね、顔まだ食べてる。今日のワンポイントはですね、テイクオフの時にの手の位置、こうやって寝転んでた、みんな結構パドルしたらそのままでここに手ついてこうやってやってんねんけど、これって全然起き上がられへんし、お腹に力が入れへん状態やから、絶対手につくときは胸の横に手ついて一気に押す。だったらお腹も上げれます。なんでお腹上げれないかって言ったら、みんな結構前について持てるからお腹が上がらない。前についたら結構お腹を上げるのがね、すごい力いるししんどいんですよ。だから今日のワンポイントは、テイクオフのときはちゃんと胸の横に手をついて押すの方が押しやすい。これよりこれの方が押しやすいです。力が入りやすい。それがワンポイントです。レッツゴー、行ってきます。
喋れへんのビデオやで。始まってた。始まってるよ。はいとか言うかと思った。ナビは見た目よりまあまあだったんですけど、一日本いいの乗れたからまあいっかな今日は。今日はっていうか朝は。って感じで。今日のワンポイントアドバイスな。ワンポイント。ワンポイントアドバイスは皆さんぜひ週末にもうすぐ今日金曜日なんで土日にぜひやってみてください。ありがとうございます。バイバイ。